ダウンタウンどう思ってるの？俺はね、あのなんて言うんだろう、あのどんなあれでもいいよ、笑いでも、どういう人間にした、そのなんか一時トンネルとかダウンタウンとかね、いろんな若いののね、あのインタビュー来るんだよ、たけしさんどう思いますか、それ認めてるっていうの間違いなく、要するにあの絶対に取材の人たちはね悪口を期待するんだよな、だからその手には乗らんよお前、ダウンタウンどう思いますか、そしたらたけしがダウンタウンは芸がねえとか漫才が下手とか絶対言ってほしいんだよね、バカなこと言ってんだ、当たってるもんはいいんだって、それだけ違う理由であるんだって、で逆に言えばいいとこ見つけてあげなよって、それをなんで下ろそうとするんだ、当たったものは当たったっていいの、で同じ世界にいるやつが仲間の悪口を言って自分のがポジション上だなんて言うやつが一番せこいと思うんだよ、最低だ、あの2人しょっちゅう言ってますよ、うん、俺は言うてんよ俺言うたかな、言うたかな、言いました、それは言ったもん、言いましょうだから俺はジャンルが違うからね、あごめんごめん、歌手なんです、うん、じゃあジャンルが違う、